心霊スポットファイル1701、魔女の館。魔女の館とは広島県呉市にある心霊スポット。山中に西洋のお城のような廃墟があり、その風貌から魔女の館、シンデレラ城、城の別荘などと呼ばれている。門は無理やりこじ開けられたような跡があり、建物の壁には多数の落書きがある。周辺を探索した人の話では鉄格子で塞がれた窓から誰かが覗いていたらしい。心霊スポットファイル1702。福山グリーンライン。福山グリーンラインとは広島県福山市にある心霊スポット。トンネル内で夜中に車を止めてヘッドライトを消すと女性の霊が現れる。窓を開けてトンネルに入ると子供の泣き声が聞こえる。突然車が止まり、エンジンが止まり、ボンネットの中に子供の手形がついている。首なし地蔵があり、うめき声が聞こえるといった噂がある。またトンネル付近はスピードが出やすくカーブも多いため事故が絶えないようだ。心霊スポットファイル1703。魚切ダム。魚切ダムとは広島県広島市にある心霊スポット。心霊写真が撮れることで有名。オーブや火の玉、人を写すと手足が透けたり消えたりしている写真が撮れる。戦時中の遺体処理場となっていた山が近くにあるらしく、全身の皮膚がただれた幽霊が出現する。心霊スポットファイル1704。薬師が丘の埴輪。薬師が丘の埴輪とは広島県広島市にある心霊スポット。山奥にポツンと一つだけある埴輪。以前までは台座に座っていたが、現在は地べたに座っている。はにまるくんとも呼ばれ、立ち位置がたびたび変わっている。もともとは似た板という話もある。様々な心霊現象が起きると言われているが、詳細は不明。心霊スポットファイル1705。黒瀬病院。黒瀬病院とは広島県東広島市にある心霊スポット。正式名称は聖人クリニック。建物内で足音が聞こえる。窓から誰かがこちらを覗いている。屋上で手を振っている霊がいるといった噂がある。帰りに車のバックミラーや道路のカーブミラーに人影を見つけると高熱にうなされるという話もある。心霊スポットファイル1706。神鍋城跡。神鍋城跡とは広島県福山市にある心霊スポット。吉野山公園は神鍋城の処刑場跡となっており、視線を感じる。足音や声が聞こえる。人影が見えるといった噂がある。また城跡までの道中でも視線や気配を感じるといった話もある。井戸跡でも霊の目撃が多いようだ。心霊スポットファイル1707。恋峠。恋峠とは広島県広島市にある心霊スポット。カーブが連続しており、事故が多発しているため魔の峠と呼ばれている。また一家惨殺事件が起きた家があり、霊の目撃がされるようになったようだ。しばらくの間は廃墟となっていたが、現在は取り壊され門だけが残っている。事故を起こしかけた人がお地蔵様のおかげで助かったと参拝したところ、死ねばよかったのにという声が聞こえてきた。お地蔵様が立っている場所に老婆の霊が出る。地蔵尊は道中に全部で7体祀られており、すべての地蔵を見つけると呪われるといった話もある。心霊スポットファイル1708。なばらトンネル。なばらトンネルとは広島県広島市にある心霊スポット。トンネルの天井に霊が潜んでおり、車が通るのを見計らってボンネットの上に落ちてくるという噂がある。またトンネル内を車で走っていると、前方から生首が向かってきたという話もある。心霊スポットファイル1709。二之島。二之島とは広島県広島市にある心霊スポット。原爆が投下された時に、やけどの苦しみと暑さから逃れるために川に飛び込み命を落とした人たちが流れ着いたという。広島湾では海流の関係で人間を含め浮遊物はすべてここに集まるようだ。また野戦病院があったため1万人以上の犠牲者が亡くなった。人骨が埋まっていることも有名。この島にある宿泊施設では深夜12時を過ぎると廊下から大勢の足音が聞こえるという。ラッパの音が聞こえてくるとの噂もある。とある山では足を踏み入れると原爆被害者の霊に取り憑かれ、その場で失神してしまうという。心霊スポットファイル1710。渦潮観光ビル。渦潮観光ビルとは広島県尾道市にある心霊スポット。変わった形をした廃墟ビル。営業当時は倍以上の大きさだったが、廃業した後取り壊され現在のような形になった。夜中に行くと屋上にあるゴンドラのレールからぶら下がる男の霊が出るという。心霊スポットファイル1711。マディソン郡の橋。
マディソン郡の端とは広島県広島市にある心霊スポット。八幡川沿いのホテル廃墟。看板にハッピーランドと書いてあるためホテルハッピーランドとも呼ばれる。ハッピーランドが廃業した後マディソン郡の端と名前を変えラブホテルとして営業していたようだ。マディソン郡の端も廃業し現在は廃墟になっている。霊が出るという噂があるが詳細は不明。心霊スポットファイル1712。シャンテ本郷。シャンテ本郷とは広島県三原市にある心霊スポット。ホームレスの変死体がこのホテルで発見された。それ以来うめき声を聞いた。男性の霊を見たとの証言がある。ホームレスがどの部屋で亡くなったかは未だに分かっていないようだ。心霊スポットファイル1713。幽霊マンション。幽霊マンションとは広島県安芸郡坂町にある心霊スポット。部屋からベランダの窓に目をやると上階から逆さまの男が落ちてくるという。また真夜中に見知らぬ子供が玄関前で叫びながら飛び降りていくといった話もある。心霊スポットファイル1714。六芒星の家。六芒星の家とは広島県廿日市市にある心霊スポット。六芒星が家屋に飾られている廃墟。住人が行方不明になったと言われている。襖にガムテープが貼ってあり開かずの間として使用されていた部屋があるようだ。家の前の道路で老人の霊がたびたび目撃されている。心霊スポットファイル1715。ホテル Q。ホテル Q とは広島県安芸高田市にある心霊スポット。正式名称はホテルクール。営業当時殺人事件がありその影響で客足が遠のき閉業されたようだ。ホテル内にある部屋のいくつかのベッドには血痕があるという。水が滴る音が聞こえる。血が落ちてくる。電子機器に異常が生じるといった噂もある。また呪われたアダルトビデオが貸し出されていたという話もある。心霊スポットファイル1716。元氏名灯台。元氏名灯台とは広島県広島市にある心霊スポット。元氏名の山の中腹あたりにある灯台。過去に灯台付近の木で自殺者が数名いたらしく女の霊が出るという。駐車場にある公衆トイレの方にも霊が出るという話もある。心霊スポットファイル1717。大久野島。大久野島とは広島県竹原市にある心霊スポット。うさぎ島、毒ガス島とも呼ばれている。地図から消された島。第二次大戦中に毒ガス製造に使われたという。約300人の犠牲者が出たという話もある。廃墟を撮影すると兵士の霊や犠牲者らしき霊が映るという噂もある。また霊に遭遇したという証言も多いようだ。心霊スポットファイル1718。小早川神社。小早川神社とは広島県竹原市にある心霊スポット。山津波で崩れた小早川高影を祀ってある廃神社。正式名称は我が神社。自殺の名所で夜に来てはいけないと言われているようだ。頻繁に霊が出没するため霊媒師及びお札を貼ったが効果がなかったらしい。写真を撮ると赤色や紫色のオーブが映るという。肝試しに行った人が俺死ぬかもと突然泣き出し数日後に事故死したといった話もある。心霊スポットファイル1719。友の浦山荘。友の浦山荘とは広島県福山市にある心霊スポット。福山グリーンライン沿いにある廃ホテル。プールでオーナーが自殺した、殺人事件があったといった噂がある。正面入り口の2階もしくは3階の窓に女性の霊が立っているという噂がある。また写真を撮ると不可解なものが映り込むらしい。心霊スポットファイル1720。西条グランドホテル。西条グランドホテルとは広島県東広島市にある心霊スポット。テニスコートやプールを備えた廃ホテル。廃業したわけではなく休業中らしい。女性の霊が現れる。ラップ音が聞こえる。心霊写真が撮れるといった噂がある。